しい、私にふさわしい、勝手に決めないでよ。嫌いになったわけでも好きな人ができたわけでもない、まだ先は見えないし、これ以上迷惑もかけられない、迷惑だらけ、自分しか信じていない女で、家庭より仕事を選ぶ方が幸せなんだって、母性本能もある、結婚願望もある、勝手に決めないでよ。君ぐらいの能力があればどこでもやっていける、本気でそう思うなら捨てたりはしないはずでしょう。ちっぽけな人生でもありがちな未来でも勝手に決めないでよ。どうでもいいよ、尽くしてきた日々も、周りへの愛情も、加害者のはずなのに辛そうな顔して、被害者ずらしないでよ。平気
ちきついぜ、お前。